はい、というわけで、沖縄何でも分析室のコーナーがやってまいりました、どうも担当のヒゲです。はい、まあ、選挙もいろいろあるんですけれども、今回ですね、11月31日月末ということでハロウィンに重なってたもんですから、このハロウィンも、まあ、楽しみながらっていう、まあ、今やっぱり新型コロナとかがあってなかなか楽しみにくい状況だったんですけれども、自分としてはですね、まあ、自分としてはっていうか、前に来てたじゃないですか、緑のもしゃもしゃが、もそもそが、あれ一応中に人はいないことになってるんですけど、やっぱり一番1年で一番モテる時が来るんですよね。なんか仮装してる女の子たちに写真を撮ってもらえて、で今回はですね、怖いとか言われるよりも可愛いって言われることの方が多かったっていうので、この1年に一度のモテ期をこう楽しむ日っていう風になってるんですね。まあ、もちろんこれリスクもあって、この前、京王線ですか、東京の方で、事件があったりとかもするので、そういうのが本当になくなってほしいなっていうのと、あと、まあ、変に暴れるやつとかですね、暴走族みたいなのが来るのもちょっとなんだかなって思ったりするわけですね。はい、で、今回ですね、まあ、前の放送で緑のもしゃもしゃが言ってたんですけれども、選挙がちょうど重なったので投票日だったもんですから、仮装のまま選挙に行けるのかっていうのをちょっと試してみたいと思いますっていうことで、やってみようと思ったんですけれども、で自分の友達とかは、門前払いされるんじゃないかとか、捕まるんじゃないかとか、いろいろ意見を聞きました。で顔を見せないと入れないよとか言ったんですよ。で、投票券持って、あの服でそのまんま、あの格好で、投票に行きました。投票所に行ったんですね。そしたら、投票所の入り口に案内の人が大体いるんですけど、この方に、今日ハロウィンなんでこんななんですけど、投票していいんですかねって言ったら、なんて言われたかというとですね、あ、いいですよ、断る理由もありませんし、どうぞ、で本人確認ちゃんとやってくださいってことで、ありますので、それちゃんと受け答えちゃんとお願いしますねってことで、そのまま通されて、でそのまま投票して何事もなくで、ちょっと聞いてみたんですけど、向こうの人に、仮装してきた人いましたかって言ったら、ゼロですっていうでゼロのところに、あれ思いっきり、まあ、仮装っていうか、あれカモフラージュの方の偽装ですよね、してるのが来て、でそれが普通に投票できてしまうっていうのがちょっと面白くてですね。で投票行く前に私の友達とかがいろいろ調べてたら、まあ、なんか制限ないらしいよっていうのと、あとなんかフィンランドは仮装して選挙行きましょうみたいなの、なんか盛り上げましょうみたいなのがあったりするので、別に日本に関しては実はないんじゃないかなって言ったら、まあその通りで、全く断られることもなく、淡々と投票をすることができました。もうこの入り口の写真、投票所の入り口で、中は撮影禁止なのでさすがにこう動画撮ることはできないんですけれども、入り口の方でですね、記念写真撮ってもらうということで、選挙管理委員会の担当の案内の人に写真撮ってもらったんですよ。でそれももう心よく受けてくれてですね、で黄色いカード持ってるのはイエローカードっていうことではなくてですね、間違ってですね、これもらったんですけど、投票所来場カードっていうのもらえるんですよ。実はこれもらえるんですよね。立ち会い人の方に行ったらもらえるんですけど、これをもらってて、これをここ正面向けるつもりが逆向けてたからイエローカードになってしまったっていうそんな感じだったわけですよ。はい、でまあ無事にできたんですけれどもね。でですね、これって驚きじゃないですか。まあ、ちょっとした仮装ぐらいで顔にペイントしたぐらいじゃなくて、もう本当に顔が見えない状態、顔を見せてくださいっていうのもないんですよ。でそのまま投票できたっていうのが一応一番の驚きなんですけれども、これ以上にですね、深いことに気づいてしまったんですよ。選挙のまあ、期日前とか、あとなんか投票入場券もらうじゃないですか。入場券が郵送されてくるじゃないですか。この郵送されてきた入場券がなかったら身分証明書でも対応しますっていうふうになってるんですけども、この選挙の入場券と選挙人名簿っていうのかな、それでこう照らし合わせて
何々さんですよねっていうことでこう聞いて、投票用紙が発行されるわけですよ。で、この、動作の時にですね、名前聞かれただけだったんですよ。身分証明書見せてくれとかもないわけです。顔見せてくれとかもないわけです。これで通ったので、これなりすましできるんじゃねと思ったんですよ。他の人になりすまして投票することってちょろくねって思ったんですよね。で、どこの県だったかちょっと忘れてしまったんですけど、親が体調悪いからっていうことで子供に生かしてそのまま投票できたっていうのが、なんか問題になってたりとかするんですけど、そもそもなんですけど、仮装してなくてもこの人がこの人であるっていうのをチェックってどうやってやってんだろうって思ったんですよ。もうそれって別に身分証明書とかそういうのと照らし合わせて間違いないですねっていうのを見ないと照合できないはずなんですよ。顔が見えてる見えてないって、今新型コロナでみんなマスクつけてますし、マスク取ったところでこの券を持ってきた人がこの人だよねってチェックをしようがないじゃないですか。で、投票行かない人って結構いると思うんですよ。もう行きたくないなとか行かないなっていう人が、もしですね、今ってネットでいろいろ作れるじゃないですか。ウェブサイトじゃないな、システムって作れて、これでですよ、このいらない投票券買い、入場券買いますみたいな、売ります、買いますみたいなサイト作ってしまって、で、これを、同じエリアじゃなくて違うエリアでこう、あれができるように、なんていうかな、回れるようにみたいな、こう、中で采配するみたいなやつまで含めてプログラム組んでしまって、で、足がつかないようにとか、なんかお金じゃなくて何とかのギフト券みたいなやつでこう支払われるよみたいなのの仕組みって作ってしまったら、ものすごくこの、何て言うかな、投票用紙の売買っていうこの不正が横行するんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。で、今回ちょっと分かったのが、顔隠してる状態でこう入れたので、多分これパソコンでピッて読み込んで、チェックして投票用紙が出るんだけど、あの時に顔写真とかがあるわけでもなさそうなんですよね。だって顔見えてないですか。で、ややこしくなるけど中に人はいない設定なので、もしこの人が本人だよねっていうのを照合するとしたら、真っ先に、たまにこの、例えば10件に1回ぐらいきちんとチェックしてますよっていうのであれば、真っ先に俺チェックしないといけないんじゃないっていうキャラじゃないですか。で、これを、何もなく通ったっていうのは、俺はこれは便利っちゃ便利だったけど、これって結構大きい問題じゃないのかっていうふうに、この不正が行われる温床になってないかなっていうのが、今回一番の大収穫だったなと思うんですよ。だから、お前バカみたいなことしてって思った人も多いと思うんですよ。で、自分もやってみて、なんかどっかの YouTuber とかがやりそうじゃないですか。 そういうのってやりそうな雰囲気だったんだけど、やってみたら、あれ？そういえば身分のチェックっていうのはどうやってやってるんだろうなっていうの疑問にたどり着いて、で、その、どんなふうに、こう、あ、制度設計、この前、の放送でも、でしたっけ、選挙公報が配られるのが遅すぎないかっていう、それも話したんですけど、制度上どうしても仕方ないっていう側面もあるらしいんだけれども、もうウェブ選挙活動もできるんだから PDF ででも早く流せやとか、そういうのができないっていう、この結構日本の選挙制度ってなんかざるじゃねえかなっていうふうなのが思ったものですから、こういう話を、今回、ハロウィンを楽しみながら、できたっていうのは、ちょっと意味のあったことじゃないかなっていうふうに思います。というわけで、皆さんの、お住まいの地域は、身分チェック、おそらく、なんだっけな、期日前投票とかだったらそういうのあると思うんですけど、あと、なんか忙しいからできないとかっていうのもあると思うんですけど、ちなみに自分が行った時は、投票に来てる人は2、3人ぐらいしかいなかったんで、めっちゃスカスカでしたから、
忙しいからできないってこともなかったと思うので、まあ、あの皆さんの地域がそういうチェックっていうのが身分証明書とか、まあ、何かを使って二重でチェックされてるのかどうかとかですね、まあ、そもそも制度上そういうのがないのかっていうのはもうちょっと私たちも踏み込んで調べてみたいと思いますので、なんかコメント欄とかにうちはこうチェックされるよチェックされないよとか、あとなんか伊波さんがツイッターでなんかあのアンケート取るらしいので、あのそれもなんかちょっと情報っていうのをいただけたらありがたいなっていうふうに思いました。というわけで、沖縄何でも分析室のコーナーでございました。